スーパースター、スーパーです、今日はね、フィッシングショー、正式名称わからん横浜のね、パシコ横浜のフィッシングショーに来ております、せっかくね、カメラ回すとなると、皆さんが見たい情報ね、今年のね、スミスの新商品について誰か捕まえてちゃんと説明してもらうんで見てください。開発スタッフの磯野くんを捕まえました。はいはい、こんにちは。カツオくんですか。カツオくんです。昔からやってますけど、ね、今年のなんか新製品トラウト系で説明してもらおうかな。まずはですね、もう一番の目玉は、はい、皆さんもうご存知 T コンタクト、釣りされてまだ間もない方とかもいらっしゃると思いますし、まあ、改めてお伝えしますと、この D コンタクト 50mm50mm なんですよね。はい、これは、水の中に落ちたらもうそのまま早く沈んでいきます、でその中でキリキリと、まあ、これ渓流で使うルアーなんですけどね、ファーストシンキングミノーヘビーシンキング系のヘビーシンキングそうですね、ミノーということで、もう20年経つんですよ今回。20 years 20歳です。20歳、おお、はい、俺と一緒や。そうなんです。でですね、はい、今回特別に、20歳になったビーコンということで、3色20歳にふさわしいカラーが出ることになりました。視認性が高い背中してるから。そうなんですよ、これ俺もめっちゃ使うわ。やっぱ視認性いいの大事ですよ、操作性が上がるんで、視認性の高い背中っていうのは、釣れるルアーになるんよ。ですよね。やっぱちゃんとコースは見極められる、ちゃんと狙ったところに対してアプローチできるっていうのは大事なことになってくるので、カラーもなんか釣り人が釣れるやん。例えばこれもショッキングピンクとかこういう感じの背中ではなくて、淡い色なんですよ。すごく淡く、すごくナチュラルな。なるほど、ナチュラルかつ見やすい。見やすい、最高やん。最高です。でちょっと名前見てください。まあこれは20歳だから大人になりましたね。アダルト、アダルトやめやらしいシャンパンロゼ、これもお酒なんで、シャンパン、お前酒飲めるようになりました。なるほど、でそのイメージ。なるほど、20歳にかけてと。平本さん凝ってますよね。なるほど、成人式を迎えた D コンタクト、こんな素敵な色が出ましたよと。出ましたよと。で目玉も今回特別仕様で、すごくこう、お前目ん玉下向いてるわ。ちょっとこうリアルな、リアルな、そうです、ちょっと大人の感じの表情を持たせた作りにしてるんです。素晴らしい。はい、この3色初めてやる方とかもすごくアプローチしやすいカラーなので、ぜひ使ってみてください。はい、ほんじゃ磯野さん、はいはい、次は新製品のロト、はい、これも平本さんプロデュースの竿なんですけど、平本さんプロデュース、はい、ベイトのタクティスト。タクティスト、これがですね、もともと48と53っていう長さ、4.8 フィート、5.3 フィート、この2種類はもともと出てたんです。はい、でどういう竿かっていうと、他のよくある軽量ロッドに比べると、かなりシャキッとしてるんです。シャキッと、ああ、いいですね。例えば、スピニングでいうとラグレスボロンっていうのがあるんですけど、それも曲がりが極力、まあ、必要以上に曲がらない、もう動かすのにも、すごく優れてるっていうところで、標高の高い竿なんですけど、まあ、レートもそういうイメージで、さっきの D コンタクトヘビーシンキングミノって結構連続と一致するじゃないですか。トン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 、その時にちゃんと追いついてくれるし、しっかり狙った場所に打ち抜けるっていう、その投げるのも楽しいよねっていう。なるほど、アキュラシー性の高い。そうなんです。でですね、はい、4853があったけどすごく、リクエストの多かった 4.2 フィート、さらに短くなった 4.2 フィート、どんなか持ってみてください。いいですね。素晴らしい。ちなみに、まあ、48も短いは短いんですけど、まあ、48がちょうどこんだけ差あるってことだよね。だから
ワイドが2個分こう短くなってます。これはね、すごい差ですよ。これは多分釣り場で使うと思う、うん、っていうのは何が違うかって、結構やっぱり軽量だと下から投げたりとか下で動かすことが多いんで、うん、高い石ばっかじゃないからね、乗れるのが低い石の場合もあるから、正直長いなと思いながら使ってることもあんねやんか。意外とこの4フィートちょっとってちょうどいい、ね、なるほど。日本の軽量は本当に小場所が多いし、このイワナとか狙いにね、小場所入るときにはすごくいい。で、上に木とかね、多いときとかもすごくやりやすいはず。そうなんですよ。で、曲がりもバットがしっかり、まあ、曲がり、適度には曲がってくれるんですよ。ただ、こう、ちょっとファーストよりのアクションですよね。うん。うん、多分俺大好きやわ。絶対テクニカルな釣りが楽しめる。テクニカルな釣りに向いてると、はい、軽いとこだったらそれこそAR の ARS のスピナーとか、なるほど、あれの 2.1 とか軽いところをスパンってティップセクションを使って投げることもできるし、うん、D コンの例えばもう奥さんとかちょっと大きめのところまでもいける。ただ、なるほど、まあ、ドンピシャなのはコンパクトの4号ぐらいとかがいいかなと思いますけどね。4号、はい、それをやっぱり連続と位置するんで、まあ多少重たかろうと 2g ぐらいのやろうと投げやすいベイトフィネスの軽量ロット。要はまあこの長さが使える環境のルアーは軽いところから重たいところまでちゃんと行きますよっていう感じですね。網羅できる、はい、素晴らしい。で、あともう一個ここ見えますね。これ磁石なんですよ、ネオジム磁石。なるほど、これで宝探しするんです。ここにルアーをパチッと止めれると気づいたら宝がっていうわけではなくて、なルアーの針をここにつけることで針にかけないで、大きな移動はガイドにかけてもらいたいんですけど、うんうん、ちょっとしたポイント移動あるじゃないですか、ね、何歩か移動するような時にこの磁石が使える、使い物になると。そうなんです、素晴らしい。そういう面白い機能も合わさったタクティスト。なるほど、素晴らしい、はい、よろしくお願いします。今度はね、玉越さんを捕まえました。玉越さん、はい、どうもです。どうもです。今年のね、一押しというか新しい新商品あったら教えてください。はい、お願いします。ヘドンの、はい、50周年でこのプランキングバサーっていうのを出したんですけど、プランキングバサースクープ、はい、その50周年記念は中に反射板が入ってて、あ、入ってた、うん、うん、で今度はやっぱりその50周年記念ではないので、はい、反射板ない、うん、ノーマルのノーマルの感じのスペシャルの反射板のついてたカラーじゃない、はい、オールドの好きな人がそそりそうな、そうですね、はい、その色を、はい、まあ、セレクトして発売します。今もう小倉どこさんにはオーダーしてあるんですけど、オーダーしてる、はい、はい、いつだよってのははっきりしてないんですけど、カミングスーン、はい、カミングスーンではない。カミングスーンではない、うん、着々と色散布とか進んでますんで、あ、進んでる。いや、はい、あのね、僕もオールドルアー好きなんですけども、めちゃめちゃそそるカラーばっかり。このフロークパターンは、はいはい、古いパターンなんです。いや、1個選べって言われたら僕はこれです。あー、これね、はい、うん、僕はこれも好きなんだよね。これはまあ意外とオーソドックスな L に近い M って言うんですけど、やっぱり地味な選びます ね魚がとっても釣れそうなカラーを玉子さん選びますね。いや、でもね、どれも骨骨なんかもめっちゃ好きやし、うん、前から見たね、このなんていうんですか、この鉄板はチンガードとか言ってますけどね。チンガード、はい、顎をガードしてる、はい、チンガードのね、ついてるこのプラッキンバサースクープ、トップウォーター好きな人間にはそそるデザインであり、で、またウォールド好きにはたまらんカラーリングが出ると。そういうことです。カミングスーン。カミングスーンと期待してます。期待してる。早く来てほしいね。はい、ありがとうございます。今からですね、マルチユースのコンパクトなトラウトロットをアリコさんに説明してもらいます。はい、こちら発売されたばかりのマルチュースというロットになります。マルチュース、はい、マルチュースはどんな感じ。マルチュース、ああ、いいね。これなんとですね、はい、おおお、潰した、潰してないですよ、潰してない。こんな感じで、分解できて持ち運びにもすごく便利です。めちゃめちゃコンパクトやね。はい、
今までのこのマルチュースシリーズがあったんだけど、はい、もっともっとコンパクトなちっちゃい、はい、なんでこうドリンクホルダーとか、あーほんまやほんま、下手したら筆箱にも入るかもしれない確かにこれぐらいの筆箱が、ねね、あればめちゃめちゃコンパクトで、しかも、うん、こっちがスピニングでベイトモデルも、はい、ベイトモデルもあります。これレングスは何フィート、 3.9 の4ピース、はい、3.9 の4ピース、はい、一緒やね。いいですね、すごい。めっちゃこんなん好きなんちゃう。そうなんですよ、チリやし。えちょっめっちゃ悪口言う悪口じゃ、かわいいってことですよ。 ありがとうございます、はい、でこちらあの短くてですもんね、うん、あのすごく張りがあるので、うん、こう背中とかに引っかかったり、なるほどなるほど、あの柔らかすぎる竿やったら短いと、はいはい、バックスイングから投げるときに自分つる可能性があるんだけど、はい、そうなんです、それがない。ないです。おー素晴らしい、針があるなんか出ます。針があるってことはコントロールもいいんちゃうかな。あそうですね、めっちゃいいやん、すごく使いやすいロットになってます。一押しですか。はい、一押しです、ぜひ使ってください。こちらがメイトモデルになります。これも同じく、はい、マルチュース、マルチュース、抜けた、よかった、はい、こんな感じでコンパクトになります。誰でも簡単に抜けます。めっちゃいいやん、すごい軽いです、しかも。おー最高やね、はい、電車とかで、あ、はい、ね、あのいいですね、実はしれっと釣り行ってんでみたいなね、ぜひ使ってください。お願いします。ナマンチューを使われました。ナマンチュー、はい、なんか新製品でこれはっていうのはありますか。今年の新製品は、はい、ロックフィッシュの竿があるんですけれども。あ、ヒゲの生えた方。ヒゲ？違いますよ、違いますよ、違います。あ、違いますか。ヒゲの生えてない、どの竿ですか。あの、ここの竿ですね。お、はい、ロック、ロックの竿。お、ロック好きですよ、はい。ああベイトが2機種ですね。ベイトが2機種、はい、で今のところスピニング1機種なんですけど、はい、これはこれはまた昭和時期。あ、昭和時期、はい、いいじゃないですか。昭和時期の竿です。おー、はい、新製品として4機種今ここに並んでるってことですね。ここに並んでる、そうですね、はい、まずロックフィッシュ、ベイライナーの RF って入ってるんですけど、ベイライナー RF、 はい、ロックフィッシュです。あ、ロックフィッシュ、はい、なるほど。こちらはどちらかというとボトムの釣りだったり中層の釣りだったんで、要するに感度が必要ということで、結構バリバリの感度で、バリバリの感度、はい、このモデルはセンターカットではなくてここで釣りであります。あー、なるほど、なるほど。グリップってわけじゃないんだけど、ここでの2ピース、原則2ピースですね。はい、である程度この一番側である長いところを取って、うん、まあその辺のアクションを出してる。感度が良くて、はい、まあパワーを出したと。でもう一機種のベイトは、もう一機種のベイトは、はい、これはもうちょっとロングディスタンスで釣りをするような。ああ、遠くへ投げて、はい、でこれはどちらかというと2ピーど真ん中から、ど真ん中のセンターから、ね、ど真ん中2ピー、はいはい、スピニングモデル、スピニングモデルがこちらもさっきのベイトの71同様に、あのこちらもここで変速の、変速2ピースだ、はいはいはい、でどちらかというとあの短い方はボートとか堤防から投げるような感じの堤防、はいはいはい、モデルで、長いモデルが磯から、磯もある程度、磯も長いモデルっていうのはどれでした。こっちのさっきの、あー、はい、2ピーの方ですね、79、はい、なるほど。ロングディスタンスで釣りしたい、遠くまで飛ぶよと、はいはい。ついでにこの昭和ジギの竿もちょっと見せてください、はいはいはい。まあ、遠くまで飛ばすって言ったら昭和ジギはどうしても必要なんですけど、はい、このモデルはライト昭和ジギ、ライト昭和ジギ、はい、今流行ってますよね。そうですね、うん、まあ、手軽にできる釣りということで 10g から 45g までの、はい、まあ、それ近辺のモネタ使えますよと。はいはい、実際には60投げても、うん、全然伸びますよね、はい、乗るんですけど、まあ、ある程度の許容範囲ということで安全
地ですね、はい、まあ、この辺が逆に言うと使いやすいですよ。なるほど、はい、一番ね、小範囲の広い竿になるんかな、はいはいはい、ちょっと今までスミスでなかった感じの、はい、ね、ショアジギングはね、あったんだけど、しばらくなかったから、しばらくなくて、マイマンモデルはそこそこ強い竿じゃないですか、うん、はい、こんなライトショアジギング、ライトにちょっとシフトしたって、まあ、なかって欲しかったもんができたなと、はい、やっとできたなという感じですね、はいはい、おすすめですか。おすすめです、おすすめです、はい、お墨付きをいただきました、はい。